お待たせをいたしました。ここで氷川きよしさんにお話を伺わせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。最近は氷川くんとかよりもきいちゃんのが多いですか、やっぱり。そうですね、呼ばれ方その方がなんかこう、あ、自分だなって感じがします。ああ、なんかその呼ばれ方でありますよね。そうですね、構えちゃったりとかね。そうです、そうです、うってなっちゃって。じゃあ今日きーちゃんで行かせていただきます。まずは私の1枚ということで、はい、きーちゃんの1枚はこちらです。はい、フキノトウ時期ですもん ね春になりますと、うん、必ずあの山菜を買いまして、天ぷらにしたりとか。自分でやるの？もちろんです。やっぱり旬のものをやっぱあの食しますと、はい、やっぱ体にこういいじゃないですか。やっぱエネルギーが詰まってるんですよね。そうですよね。好みの食事ってあるんですか？肉、魚、野菜。もう野菜ばっかりなんですよ。そう。もう生まれた時からずっと野菜ばっかりね。え？なんか小さい時にそうおばあちゃんが、うん、その肉は食べたらいかんってずっと言われてて。そうか。それでなんかそのイメージもあったんですけど、うんうん、やっぱなんかこうそんなに母も肉をバクバク食べるような母じゃなくて、うんうん、自分もあんまり食べれる習慣がなかったんですが、うんうん、まあ、東京に上京して18歳の時に、うんうん、そこからこう何でも食べれるようになったんですが、最近すごいステージもハードじゃないですか、動くし。やっぱり肉食べてパワーアップとかって聞くけど、お肉食べないで、あのパワーがどこから出るんでしょうか。やっぱり負けん気負けん気で自分に負けないようにって負けん気、自分に負け負けん気であのパワーが出る。そうですか、ね、なるほど。なんかまだいっぱい聞きたいことあるんですけれども、はい、もうそろそろ新曲を、新曲を、はい、はい、お願いしろということなので、はい、はい、今回の新曲改めてどんな作品か教えてください。はい、琴の演奏された、そして作曲家でいらっしゃった宮城道夫さんの琴を歌わせていただきまして、うん、宮城さんは有名な春の海、もう正月ではもう皆さんどこにでも流れていて、はい、どこでも皆さん聞いたことあると思うんですけど、その宮城さんは7歳の時にその盲目になられて、その目がお見えになられない中であれだけ素晴らしい曲をお作りになられて、その苦難の中からあのあれだけあの人を感動させる曲を作られたんだなと思って、すごく感銘を受けまして、それで宮城さんのことを出させていただきたいと思って、この曲を新曲として出させていただきました。はい、では早速楽しみに聴かせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。氷川きよしさんで群青の糸です。どうぞ。